はい、では次の質問に行かせていただきます。次は先生の質問愛が大変溢れてるのです。1、2、3、4つに分かれてるので1個ずつ行こうかなと思います。1、長尾景虎の公主権力の源泉について。タイトルもなりますね。景虎派があったのと同時に春影派もあったと思いますが、なぜ上杉定実は景虎を守護大に選んだのですか。春影って意外と守護定実を冷遇していたのでは、との質問です。その通りだと思います。春影は定実を、まあ、冷遇というか、やっぱりちょっと微妙な関係にあったと思います。と、いうのは、定実は、後継ぎがいなくて、で、まあ、悩んだ挙句かわからないけれども、隣国の伊達、当時米沢にいたんですね。伊達家から、子供を一人養子にもらって、自分の後継ぎにしよう、越後の守護に据えようという、運動を起こして、で、それで、越後中がちょっとまた割れちゃうんですね。養子推進派と、否定派とですね、はい。で、どうも、春影は、父親亀影が推進派で、春影はちょっと反対派だったみたいです。で、結局は、伊達家の方で、天文、伊達家天文の乱、うつろの乱とも言われてますけど、そちらの、伊達家の親子同士で、合戦が、内乱が始まってしまって、養子問題の立ち消えになってしまった。で、それで、定実は、為影が亡くなった後ですけれども、春影に対して起請文を提出してるんですが、もう、自分は、もう、政治のことから身を引きますと。あとは、もう、春影さん、あなたに対しても、ご兄弟に対しても、まあ、何か、対がございませんっていうことで、もう本当に引退宣言みたいなことをして言ってるんですね。もうこれはやはり一見当てつけにも取れるかもしれないし、春影にもうひょっとして強制されて、強要されて、もう諦めの境地で食べたものかもしれないし、だって守護代に対してね、守護が起請文出すんですからね、本当に、格下のものに、気象も書くぐらいだから、よっぽどのことだったんだろうなと思うんですけど、春影派も当然あったと思うんですね。政治の表舞台から、定実消えちゃうんですけど、またひょいっと現れるのが、景虎謙信が家督を相続するとき、要するに、黒田秀忠の乱が起こったときですよね。で、その時に、春影ってもう本当に舞台に出てなくて、おそらく、病弱とも言われてるんで、自分でちょっと政治的リーダーシップを取れなかったのかもしれないんですけど、そこで幅を利かしてた黒田秀忠が、に対して、影虎が、よろしく、その、横暴な振る舞いをよろしくないと言って、主導の親方様の許可を得て、手段した。親方様の、親方様ってのは上杉定実のことなんですよ。だからこれ、兄貴の許可を得て、処断したんじゃなくて、親方様の許可を得て処断した。だから、定実と影虎は、どっかでちょっと結んでたかもしれないですね。春影と影虎が直接戦闘したっていうのは軍記物にしか出てないんですけども、ひょっとしたら、春影も、もうちょっと自分の体効かないし、もう弟に家督を譲るのはやむを得ないかな。そこに主を、一旦引退はしたけども、親方様の、定実にまで出てこられちゃったっていうのでは、もうちょっと致し方ないかなっていうことで、家督を譲ったのかもしれない。はい。ありがとうございます。そして2番ですね。ちょっとこれは時代が変わりまして、影勝と影虎の立場の違い、さっきも出てきたんですけれども、影虎に軍役が課されなかったから、影虎の方が立場が上だったとか、様々な論がありますが、実のところどうなんでしょうか。軍役が課せられなかったから、主君というか、次の、家督継承者なんだっていう、
まあ、論があって、うん、で、まあ、確かにそれも一理あるんですけれども、うん、ただ、影虎って、越後に来てから、越後同盟が継続してるうちは、うん、謙信と一緒に、北条方からの、書状の宛て長きに記されたりとかしてるんですけど、その後、やはり政治的活動が一切見えてこないんですよね。うん、だからそういう政治に関わらせない人を、うん、そのまま、謙信の次の、家督継承者に、据えたものだろうかっていうのはちょっと、まあ、疑問ではあるんですね。うん、だから、実際のところはわかんないんですけど、ただ、この軍役の方は、天正3年の軍役章のところに記載が、たまたまないからであって、あそこにない人っていっぱいいるんですよ。本庄重長とかもないし。ですよね。うん、で、あれは、やはりなんか、トップに、影勝の名前を記しているので、影勝を中心にして、まあ、再整備したような、資料だと思うので、まあ、そこに、影虎は、外れてるっていう、見方もできるかな。なんか、越後会のところに行かせてる人とかも、ほとんど抜かれちゃってるので、そうですね。そこがないわけがないので、あれは影勝のため、はい、と私は思ってるんですかね。では、3番目ですね。こちらもさっきちょっと話したのにつながってくるんですが、おたての乱の要因は結局、うん、上杉謙信の跡目争いがあったことは言うまでもない。うん、これもちょっとどうかなと思っちゃうんですが、うん、なぜ国内であれほど分裂したのでしょうか。語りすぎるとすごく多分終わらないので。そうですね。まあ、おたての乱はさっき の, 前段の、でもお話をちょっとしましたけど、まあ、あくまで私は政党は影勝っていうふうに見ていて、謙信が亡くなった当時はですね。で、やはり謙信が亡くなって、すぐにドンパチ始めたわけではなくて、そこに2ヶ月ぐらいの期間があって、で、しかも、おたてって言われてる影勝に反抗した勢力は、に、飛び込んでいく、サブロー影虎が飛び込んでいくのは、さらにちょっと後、最初からいたわけではないですよね。どうもなんか、影虎は、影勝に反発している勢力に担がれたっていうふうに、見ていて、で、おたて型に、集まってる連中、あるいはおたて型に味方した連中っていうのは、要するにちょっと、ね、まあ、言葉悪いけど、ね、謙信の、晩年には、はい、要するに冷や飯食わされてた。要するに春日山城に入って、政権中枢で奉行職として、いろいろ政権参画できてない、できなかった人たち、ちょっと遠ざけられてる人たち、あるいはちょっと、あちこちの城に財番として置かれていて、まあ、中心、中核部分からは離れちゃってる人たちが、の一部が集結しているっていう感があるんですね。はい。三本寺にしても、桃の井にしても、はい、栃尾の本庄秀綱にしても、はい、奉行衆として、上杉政権、府中政権を運営している立場にないんですね。うん、で、それが決定的な、違いで、先ほどの話でも、影勝派は、影勝も、トップとして、いろんな奉行衆たちもそれぞれいろいろ働いている、資料が確認できるんですけれども、おたて方は、サブロー影虎一人が頑張ってるっていう感じで、はい、要するに後から担がれて、おみこしとして担がれて、とにかくもうそのサブロー影虎の名前で、兵糧とか、兵力とか、それをもう督促するしかない。はい、もうサブロー影虎のネーミングに頼るしかないんですよ。自分たちの名前じゃ、多分、言うこと聞いてくれない。そんなところが、やはり相当重要な人たちが集まってはいないですね。
だから私は、おたての乱っていうのは、影立つ、まあ、あそこに集まった三郎影虎を中心として、あそこに集まった連中は、影立つ政権の最初の反乱者だと思ってます。はい。反乱しなくても、そのうち排除された可能性があるんですか？可能性もありますね。はい。悲しいですね、排除される人たちは。まあ、いずれも、春日山町に、で、味方についた者たちの中にも、だんだん反乱していったり、排除されていったりっていうところがあるので、まあ、あれは、やはり、影立つによる、大名権力の強化、それによって、上田氏を中心に、まあ、地位が引き上げられていったことに対して、まあ、旧国衆たちが、柴田だとか、そういったのが、ちょっと反乱を起こしたり、はい、あるいは、竹の間とか、吉江とか、はい、ああいうのは、前線に送られて、はい、まあ、結果的には、そんな小田勢と戦って、まあ、ほぼ全員、打ち死にしてしまうと。悲しい。はい、それでは4つ目。おたての乱前後のあがきた州の動向。4つ目はあまり上杉氏関係ないかもですみません。今久先生との対談楽しみにしています。とのことです。はい。あがきた州。あがきたでまとめるのが難しいですけども。ね、まず、あがきた州の中でも、はい、柴田茂家とか、三条、道場祭。それから、竹の又義綱。こういった人たちは、春日山に入って、影勝の味方についてたんですね。まあ、柴田茂家とか、両国を、我々は、ほったらかしにして、まあ、春日山城と謙信さんのお墓を守ってるんだっていうような手紙を残してますね。はい、で、あと残ってる、大物といえば、本庄茂なんですけれども、はい、あがきた州っていうのは、一つのグループとして、あまり一枚岩ではない。仲結構悪いんですよ。はい、悪いっていうのもその、あれだけ結構で対抗意識がある。はい、まあ、イロエもそうですね。リブルもおそらく在国してたのかなと思うんですけれども、他の鮎川だとか、黒川だとか、はい、本庄とちょっと敵対的なところと、合戦をしている。中城と黒川かな。それから、本庄と鮎川っていう感じで、仲の悪い同士で、あちらでドンパチやってる、はい、おたての乱の、一環なのかはわからないけど、勝手になんか影立つ感じがあちらの方で、やはり謙信が亡くなった後の、その混乱に乗じて、今まで、火種があったものが、もう一回再燃されたっていうことで、つまりおたての乱の、核心には絡んでこないのは、自分たちの、利権。もう自分ファーストですね。自分たちの利権を最優先にして軍勢を動かしてたか、はい、あるいは指導の不信をしてたか、はい、っていうことの、資料はなくて分かりませんけど。だから、まあ、府中政権とは、あがきた州は、是々非々っていう関係だと思うんですね。府中政権に協力するときもあれば、はい、反抗的なときもあって、うん、それが、あがきた州の A さんと B さんでは全く違う。あがきた州として共同歩調が取れてないというところも特徴ですね。州でまとめちゃうと、もうどうしても一枚岩みたいに、そうですね、思っちゃうけど、はい、先生の本を読んでると、うん、あ、嫌いなんだな、ここは。あがきた州は、でも面白いですよね。面白いです。はい、はい。では、そして次の質問に行かせていただきます。去年発売された上杉掛勝の本の内容からの質問ですかね。ご著書の中で掛勝を寡黙だと評したのは同時代では三成のみで、しかも初上洛前の特殊な状況だったとありますが、掛勝本当は本当に寡黙だったのでしょうか。書状を読むと饒舌とは言わないまでも感情表現豊かな気もします。先生の考えをお伺いできれば。そうですね。はい、まあ、言葉少なく、一代笑い、笑顔を見たるものなしになっていう、まあ、軍記の記述があって、まあ、影勝といえばそういった無口、笑ったことがないという、まあ、それが一つのキャラクター付けとして、まあ、定着しつつありますよね。うん、で、ただ、これってやはり
書状とか、そういった軍記物、編纂物の、記述から推し量るしかないので、うん、実際は、そこそこ喋ったのかもしれない。普通、おしゃべりとまでは言わないけど、普通に喋ってたのかもしれないし、なんとも言えないんですけど、うん、まあ、後世の我々は、残された資料から、ひょっとしたらっていう、うん、ふうに推し量るしかなくて、でただ影立つの場合は、そういった編纂物資料の、言葉少なく、一大映画見たものなしっていう、そういった記述に、まあ、ちょうど合致するよう、合致というか、それを、支えてくれるよう、補強してくれるような資料として、石田三成が、影立つの上洛の時に接待した時に、あの方は、お口の、方ですっていうようなことを、言って、それが、堀家の、書状として残ってる。これはやはり無視できないことだと思うんですね。でも、無口っていうけど、まあ、無口なのか、あるいは口数が少ないのか、いろいろなニュアンスではあるんですけれども、ただ、影勝としては初上洛ということで、相当緊張はしていたかと思いますので、そういった特殊な状況において、ことさら、普段とは違って、言葉を発しなかったのかもしれないし、うんうんうん、だから、これ一つとって、影勝はだから無口だったんですよ、っていうふうに断定はできない。うん、ただ、江戸時代の編纂の資料とかで、言われてるようなことを、何かちょっと、関連づける、当時の資料として、まあ、石田三成の、まあそういった評価、影勝表というのは、ちょっと注目すべきかな、というふうに考えています。うんうん、ただ、書状は結構ね、罵詈雑言とか多くて、影勝の書状は、感情豊かっていうのは確かにそうですね。感情表現豊かですね。本当にボキャブラリーが、もう豊かというかね、豊富というか、うん、その辺はなんか、よく、現代でもいるんじゃないですかね。口数は少ないんだけれども、文章とか書かせると、やたら長文になったりとか、はい、もうヒートアップして、だんだんなんか怒りの、文言になってきたりとか、はい、そういったことはあるかなと思いますので。なんか、その辺は、謙信じゃなくて、まさかげに似た方が良かった。そうですね。まさかげはまあそういった感情表現を表しているようなところはあんまり症状として残ってないので、それこそちょっとキャラクターが、はい、押し量れないんですけど、はい、ちょっとおじさんに似ちゃったなっていう、似てるなところはありますね。思います、うん。でもこの科目だったかどうかは、あれとして絵で、お猿さん、はい、はい。影勝が座ってる。絵はなんかすごく影勝の顔が優しく感じるので。ちょっと笑ってますよね。はい、影勝が笑ったことがないと言われてるんだけども、飼ってる猿が、はい、自分の仕草を真似して、それを見た影勝が笑ったっていう逸話があって、うん、でそれを題材にした、ゴセラ放流という日本画家が描いた作品があるんですけれども、はい、そこで見る影勝は、そのちょっとにこやかに、うん、はい、いうような、あれはすごく、ね、好きな絵で、つるつる見てみたいです。はい、では次の質問いきましょうか。